皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、他者との差別化できるコンセプト作りのアイディアの探し方についてお話をしたいと思います。最近ですね、ちょうど気が変わる時期っていうこともあって、例えば春とか秋とか、教室ないしは新規事業とかもそうなんですけど、気が変わる時期っていうのがありますよね。で、そういう時には、例えばお客様の層を変えたいとか、あと今度はこういう形で事業展開をしていきたいとか、新規事業を作りたいとか、いろいろな事情と理由はあるんですけれども、新しくコンセプトを作るとかっていうケースが結構最近多いんですね、私のクライアントさんの方に。で、その時に結構皆さんがアイデア出しに苦しんでいる、確かにここは非常に核になる部分で、コンセプトが良ければある意味自動集客できてしまうっていう部分もあるので、そういう意味ではとても非常に大事な部分で、私も、そこをすごく重要視している部分なんですね。で、コンセプトの軸がブレている方っていうのは、その後ですね、発信をしようという時に、例えばそれが SNS の発信ですね、 Facebook だろうと YouTube だろうと Instagram だろうと何でも構わないんですけれども、その軸がブレている発信をすると一貫性がないのでバラバラに見えてしまって、結果人は集客できない、要は魅力を感じないということになってしまうので、そのコンセプト作りっていうのはとても核になる、とても重要な部分。そしてそのコンセプトがホームページとか自分のメインページですね、そこに反映されていないと人を引きつける魅力がないものになってしまう。で、逆を返して言うと、コンセプトがしっかりしていると、それをきちんと見つけることができる仕掛けをしているのであれば、勝手に探されて勝手に申し込みが入る状態を作ることができます。で、私は何回かいろんなシーンでクライアントさんにも、こういったブログ動画の中でもですね、お伝えしているんですが、集客っていうのは集める客、要はそのまま書くとですね、集める客っていう言葉に見えてしまうケースが多いと思うんですけれども、私の中の集客のイメージは集まるお客様だから、それで集客というイメージを持っていて、集まるっていうことは魅力的なものがあれば、磁力ですね、磁石の磁に力と書いて磁力というんですけれども、磁力がある内容を作ることができれば、探されてたどり着かれさえすれば、申し込みが入るっていう状態を作ることができるので、拡散であったりとか引っ張ることを頑張るのではなく、勝手に集まるような魅力的なものを作るという方に注力をした方が結果としては楽になる。作る時はすごく大変なんです。なぜかというと、自分がやりたいものがあったとします。で、それと欲しい、お客様が欲しいと思っているものがレアなものの方がいいんですよね。要は希少価値、需要と供給の関係です。希少価値が高いものの方が勝手に集客ができて勝手に制約していくので、それを見つけるっていうためのリサーチと、あと考え方ですね、これはどのみち必要になってきます。なので、そのコンセプトを考えるっていうのは非常に大切なこと で、しかもじゃあ今の自分が他者との差別化であったりとか、どういう状態で選べる状態を作ったらいいのかっていうことを考えていく場合に、アイデアの出し方とか探し方とかですね、こちらで悩む方が多いので、今日はそんなテーマでお話をしてみたいと思います。そしてまずですね、一番最初にそのコンセプト作りのアイディアなんですけれども、何通りかいろいろ考えていく上でしなくてはいけないことがあります。まず一つ目が棚卸しです。ご自身の全てのスキルを棚卸しをする必要があります。例えばそれが今教室を7年とか8年やってる方でも、その前の歴史ですね、何か違う会社員時代のスキルがあったとか、そういったものも全て棚卸しをする必要があります。私がパン教室を開業する前の社会人としてのスキルは旅行会社、その後建築、ブライダル、そしてパンコネキの販売ということで、違う業種を4業種経験した上でパン教室を開いています。なので、じゃあそれは無駄だったかっていうと、全て生きてます。
例えばデザインセンスとかいうものは、建築とかそこで絵を描いていくっていうことで発揮されたものですし、ブライダルの時の経験っていうのが、もう法人営業と個人営業両方ともやっていくっていうことをやっていたので、私はパン教室をやった上でも法人も個人も両方、営業を仕掛けていくことができたっていうあの背景があるので、やってきたことは全て無駄にならないんですね。なのでそれを自分が自覚して商品作りをできるかできないかっていうのが非常に重要なポイントになってくるので、コンセプト作りの部分において、まず最初に自分のスキルの棚卸しです。職務経歴もそうなんですけども、あとは考え方とか、自分はこういう仕事が好きでこういうことをやっていきたいっていうこととか、仕事の上でこだわるこだわりポイントとか、そういうのも全て全て全て含めて棚卸しをする必要があるっていうのがまず1点目です。で2点目は、市場調査ですね、リサーチになります。で何をじゃあリサーチしたらいいのっていう話なんですけれども、自分のこれからやろうとしている新規事業は世の中の人が求めてるかどうかっていうところを見なくてはいけないですね。でそれはその流行り廃りみたいな流行っていうものもあったりはするんですが、普遍的な、悩みとかですね、人の悩みとか、そういうものに直結したものは売れやすい傾向にあります。もともと教室っていうのは悩みを解決するために行くっていうよりは、楽しいことをスキルアップとか、その空間が好きとか癒されるから行くっていう、そういう、まあ、楽しいことのための理由で行くケースの方も多いんですけど、例えば悩みに直結するような場合、私が持っていたクラスでいうと低糖質のパンのクラスですね。この場合にはもう本当に1型とか2型とか、あの糖尿系 の, あのそういう病気の部分があるんですけれども、そういった部分の糖質制限をしなくてはいけないっていう、切迫した内容の方はそれで習いたいっていう方は当然出てくるので、積極的にそういう教室を探そうとするので、たどり着きさえして、その人にとってメリットがあると思えるようなホームページが用意されていれば、そのまま申し込みになるっていう、そういった悩みに直結するようなものとかが当時なかったんですね。連続でできるようなパンのクラスが、だから探されればそのまま決まるケースが非常に高かったのと、あとコミュニティができているので、口コミで次々に人が入ってくる可能性があったので、そういった部分ではコンセプトの市場調査上、これは売れるなっていうコンセプトはもともと売れるようにできていたりとかしています。ですのでそれをリサーチで調べることができるのであれば、それも売れるコンセプトを作っていく大きな要因の一個になります。そして3つ目です。コンセプト作りの時に、何を他者との差別化っていうことを考えた時に、私が一番参考にしたのは同業他社ではなく、異業界の全く違う業界のやり方と、成功している事例とかはあの参考にするんですけれども、パンとかの業界、教室業界じゃないところからうちの業界に持ってこれないかなっていうのを考えてやるっていうのが大きなポイントでした。なので、まあ、あの具体的な例ではありませんが、例えば私はパンの教室業界ですけど、メガネ業界で成功している事例持ってこれないかとか、食品とか全然関係ない住宅業界で成功している事例持ってこれないかとか、そういったものを自分の業界に置き換えてビジネスモデルを変化させて、作ることができないかっていうのを考えたりすることが多かったです。だから単なる真似とかじゃなくてですね、その中の本質的なもの、そこの会社が提供しているもの、なぜ成功しているのかっていう要因を捉えた上で自分の事業に持ってくるっていうことをするっていうこともやったりとかしていました。なので、まあ他業界の真似をするというかですね、まあ、真似をされたことすらわからないと思いますけどね、特に私の場合大手の事例とかを自分の教室とかに持ってきたりとかもしていたので、真似されたことすらわからないというような状態のものを自分なりきに分解して真似をしてたりとかしていたので、そういった考え方を持つっていうのも一つあります。だから同業だとどうしても似たようなあの考え方になってしまいますし、まあ、私はあの自分の肩書きを非常識なっていうことで歌っている非っていうのは飛ぶっていう字を書きますけれども、常識的に考えちゃうと結局常識の枠の中に収まってしまうので、
人が注目をする、新しいなとかって思うとか、これは変わってるよねっていうのはやっぱり目を引きやすいので、そういうものは同業界の事例から持ってこない方が逆にいいですね。他業界のうまくいってる事例を変化させて自分の業界に入れ込むと、他の人がやってないものになっていくので目立ちますし、いいサービスになる可能性があったりとかします。それをベースにコンセプトを作っていくっていうのも一つポイントですね。あとは4つ目ですね。ご自身がすでにやられているものとか、それを集め直してギャザリングですね。例えば ABCD っていう、例えばコースレッスンとかがあって、これを寄せ集めて1個のもの、新しい価値を生み出して作ることができないか、 リユースですね。まあ新しく再生する、リバースってことですかね。リバース、バースですね。生まれるの方のリバース、逆走するの方じゃなくてですね、生まれる方のリバースだったりすると、持ってるものがすでにあるので、それを組み合わせして新しい価値をもしも作り出すことができると、コスト的にも一番安いですし、売上単価も上がりますし、非常にこう面白いものを作ることもできるものなので、ないものを探すのではなく、あるものから作っていくっていう考え方も一つの考え方です。新しい価値を生み出すということで、コンセプトを新しく作り直すっていうこともできたりとかします。なので寄せ集めというかですね、再生をしていくということでコンセプトを作り直すっていうのがあります。あと5番目にですね、コンセプトを考える上で、今持ってる既存の顧客層をずらすっていうことですね。例えば現状、そうですね、私のパンの場合には40代50代の、方、女性をターゲットにして、パン作りは好きなんだけども、手ごねはいいや、機械ごねの方が楽でいいよね、成形にこだわりたいよねっていう方とか、何個も何個も出した中で一つのコースを作っていってるんですけれども、そこでじゃあ例えば顧客層を変えるっていうことにすると、コンセプトが全く変わってくるはずなんですね。実際に私は運営してなかったですが、20代の人を呼ぼうって考えたら、20代の人がどういう気持ちで私のパン教室に通いたいだろうっていうことを想像して、20代の動向をリサーチして、それによって教室のメニューを組み直して、きっとそれでやっていく形になるので、そういったコースベースのコンセプトの場合には顧客層を変えてしまうっていうことも一つの手です。ただしこの時に注意しなくてはいけないのは、教室全体のコンセプトが先に決まっていたとして、そこからあまりにもずれたものを提案してしまうと、今までいた人も全部離れてしまうというリスクが出てきてしまいますので、その提案を考える時には、今の顧客層が自分のメインターゲットだったとしたら、その人たちが喜ぶものでちょっとだけずらすとか、ライフスタイルが違うレベルぐらいにするとか、年齢層をガッと変えてしまう時には、それでも教室の軸がぶれないものを一本残した状態でやっていくっていうのは必要かなと思います。私のパンの場合には20代とかあまりやることができなかったのが、40代からのパン作りっていうことを歌っていたから、いきなりそこで低年齢層っていうのは作ることはできなかったです。ただ、成形にこだわるっていう軸はあったりとかしましたけど、しましたので、フォーティーズとか、トゥエンティーズとかっていう年齢層に分けた成形の違いを提案するようなコースレッスンっていうのは、もしかしたら作れたかもしれませんけれどもね。おしゃれなパンでプレゼントをしたくなるっていう大きなコンセプトがあったので、そこからずれるクラスは私の中では作れないっていう形で運営していたのが自分のパン教室でした。ですので、コンセプトっていうのは、どうにでも作ることはできるんですけれども、自分がやりたいことで作ると難しいですね。よくそれで作ってくる方とかもいらっしゃるんですけれども、自分がやりたいことと習いたい人がいることをきちんと確認する、だからリサーチ作業が抜ける方は女性の場合非常に多いですね。なので面白いコンセプトでも、ただ面白いだけで終わっちゃうと、奇をてらった教室なだけで、求められてるものでなければ、面白かったとしても以上って感じで終わりっていう雰囲気に、なってしまうんですね。ですから、そこはちょっと注意しなくちゃいけないので、必ず
これはどうかなって思うヒント、アイデア、例えば違う他業界のものでも構わないんですけれども、それを得た時には、それは果たして求められているのかというのは、きちんとリサーチをして時流を見ていくっていう必要があります。で、さらにもう一つ、もう一段言うとですね、ものすごく考えて、これはヒットするぞって思ったものでもですね、世の中に出した場合に、時流が早すぎても失敗するし、遅すぎても失敗するんですね。私が経験があるのが、米粉の師範の資格とか持っていて、米粉のクラスとかをやったんですけど、世の中に出すの早すぎちゃったんです。今グルテンフリーとか米粉のこととか今もてはやされてるんですけれども、もうちょっと遅い時期に私出してればそれヒットになったんですけど、早すぎちゃったからみんなが反応できない状態で出しちゃった時に、やっぱずれてると売れないんですよ。で、その時は売れないなと思って別に違うクラスを立てて、そっちが売れてたからいいんですけど、後からです。先生は米粉のクラスやんないんですかって。いや、昔やった時反応があんまり良くなかったから やんないよっつって言って、で、その時にはまた違う講座を作っちゃってたんで、もうそれはやらなかったんですけれども、大事なのは実際に考えたものを世の中に出した時に、それが受け入れられるかどうかの結果もちゃんと見るっていうことですね。早すぎてもダメ、遅すぎてもダメです。ドンピシャで合ってないと売れない。で、売れないことをちゃんと真摯に受け止めるということです。あ、今時流じゃないんだな、あ、今ちょっとずれてるんだな、違うんだなと思ったら撤退っていうことも当然考えます。ある程度きちんと集客をかけた上でですけどね。で、撤退をして次のことをやるっていう、このメンテナンスもしない方いらっしゃいます。なぜできないかというと、必死に考えた、これは大丈夫っていうコンセプト、自分の時間をかけてしまっているのを知っているから手放せないですよね。惜しい、かけた時間がもったいない、なんとかこれは売れないのかとか、売れないものを売る方に一生懸命になるケースがあります。はっきり言うとですね、売れないものは売れないんですよ。それは時流が求めてなければ売れないです。だからそこに集客で、まあ、例えば一生懸命ブログで紹介したりとかですね、一生懸命インスタでとかやっても、売れないものは売れないんです。だから売れないものを売る努力をするよりは、売れるものを売った方が早いので、さっさと撤退して新しいコンセプトを作って売ってった方がよほど楽という場合があるので、これを見切ることができるかっていうのも一つの大きなポイントになります。執着があると見切れない。なぜならば、自分がそこに時間をかけたのを自分が一番よく知ってるからです。どんなに時間をかけても、売れないものは売れないと、さっぱり自分で判断をして撤退する勇気がある方の人の方がうまくいきます。私は売れないものはさっさと撤退するタイプなので、売れるものを見つけるまで次々に行動していくというタイプです。結果としては、そうするとほとんどが売れていくようになるっていう、それだけのことなので、試さないとわからないんです。だから市場に出して初めて評価されるっていうことで、商品化するっていうことを考えた方がいいので、考えてる時間が長すぎる方も要注意です。いくらどんなに頑張って、これが絶対に売れるかもしれないって思っても、絶対なんてなくてですね、評価するのはお客様になりますので、時間をめちゃめちゃ時間かけて考えてるタイプの人は、むしろ6割でいいので外に出して、お客様の評価を得る、そして売れると思えばさらに力をつぎ込んで100%の良いものを作っていく、そんな感じでコンセプトを作っていっていただければというふうに思ってますので、ご参考になさってください。それでは。